株式会社 RE 経営の島田です。今回のテーマはですね、理念経営、大好き経営者と行動しない組織の因果関係ということですね。まあ、中小零細企業はですね、ここまでしないとなかなか動きませんよって話をちょっとします。経営者とね話してますと、例えば理念経営をすごく大切にしている会社とか、それから最近まあパーパス経営っていうのが流行りですね。目的をしっかり持ってやりましょうと、ね、とても大事にして常にその強い思いを言う方が結構いらっしゃいます。まあ、信念がね強ければそれだけその達成する可能性も高いわけですから、それはそれで非常に重要なことだと思うんですね。ただいつまでも理念あるべき論ばっかり言ってなかなか行動しない経営者もまあまあ散見されるんですね。多くの経営者はね、実は分かってるはずなんです、ね、理念は大事です。でも理念とかける具体的戦略と、そして先行管理っていうんですけども、先々にまずそういう準備をして、そしてモニタリングというチェックをしていることがビジョンの実現につながる、これはこの公式があるわけです。こういうね、この公式に沿って経営しないと理念だけでは前に進まない。これ実は社長って分かってるんですね。分かってるんですが、なぜ理念ばっかり言うのかということですね。ではここでね、一番目、じゃあ先ほど申しましたこの具体的戦略って何ですかって言ったらば、商品、顧客、価格を明確に決めちゃうということなんですね。だから経営者がですね、社員にね、もっと頑張れ、もっと顧客のことを考えろ、もっと行動しろと連呼したって、組織はやっぱり動いていかないんですね。それはね、多くの場合概念論は分かるんです、ね、お客様を大事にしようとか分かるんです。でも具体的にどうしたらいいのか、ね、イメージできない。だから従来型の行動から抜け出せない管理職が多いです。概念論は分かるんですよ。顧客を大事にしよう、例えば今こういうウクライナ危機とかインフレとか原料がアップしている、コロナ不況が非常に厳しい、ね、発想を変えて取り組もう、イメージは、ね、概念論は分かるんです。でも具体的にどうしていいか分からない、行動のイメージは分からない。実際にですね、人が行動するというのは 5W2H で行動内容のイメージができたということですね。 5W2H というのは誰がいつどのようになぜどうするという具体的なものです。だから理念経営、理念の理念経営を行動に転換させるためには、やっぱり商品戦略の具体策とそのアクションプラン、顧客戦略の具体策とアクションプラン、価格戦略の具体策とアクションプラン、これらを 5W2H で詳細に決めて、そしてそれが実現できる行動プロセスを分解してね、アクションプランにしていく。ここまでやらないと普通は動かないわけですね。商品戦略というのは、簡単に言うと新商品です。簡単に言うと新商品。顧客戦略、簡単に言うと新規客です、ね。価格戦略、簡単に言うと値上げです。簡単に言うとね。そういったことが具体的にしましょうということですね。から、先行管理。聞き慣れない方もいらっしゃるでしょうけど、先行管理は早め早めに段取りすることですよと。例えば簡単に言うとですね、先行管理というのは、仮に、これ収録しているのは3月末なんですが、この3月末段階で、ね、今月はもう終わります当然ね。で4月の行動が当然確定して、ね、いいし、また5月の準備、6月の仕掛け、7月の企画、これを同時に行うことです。行動が遅くて成果が出せない企業はこの先行管理が弱いんですね。目先のことに右往左往するだけで、事前の仕掛けというのはできない。これをやるのが先行管理だから、先々のことを先に決めないから、いつもいつも後手後手に回っているわけです。例えば営業会議の進め方ですけども、今月の来月の数字、これはいろいろと決めていると思うんですね。だからその詳細の取り決めはするんだけど、例えば別に営業企画会議というのを時間取って、先行管理のみやる。例えば4月の営業企画会議では7月8月9月の段取りをやる、
ね、商品企画とか販売促進企画とか、まあ、考えてみたら例えば夏商戦 8月の、ね、動きについて4月に決めなきゃもう遅いじゃないですか、ね、そういったものをやる、まあ、そういう前向きな会議だったら1個ぐらい増やしてもいいんじゃないですかね。前向きじゃなくて後ろ向きのただ意味のないチェックミーティングするから会議が多いと困るという声があるわけですね。まあ、会議が増えると嫌がる人いますけども、選考管理会議なら前向きな企画会議ですから楽しく議論できるし知恵を出すということですね。それからモニタリングですね。モニタリングというのは会議で決まった、ね、ことのプラン、ドゥ、チェック、アクション PDCA を回すことですと。まあ、選考管理アクションプランではね 5W2H 誰が言ってたことで何をどのようにいつまでにこういうことを具体的に決めます、ね、で各決定事項が確実に実行しているかどうか、もしかして途中で状況が変わったら修正決定事項を出しているか、こういう進捗状況を確認することをモニタリングというふうに呼んでます。だから通常は営業会議とか幹部会議などで行うんですけども、本来なら管理職が、ね、営業部の責任者である営業部長が、ね、製造部の責任者である工場長がモニタリングすべきですが、彼らもプレイングマネージャーがほとんどですね、中小零細企業は。ですからこのモニタリングが大ざなりになるケースがある。だから決めることは決めるけどもチェックをしないから、決めたことを決めた通りやれないんですよ、うちの会社は、ということで嘆く経営者はまあまあ多いんですね。このモニタリングがね、その会議での時間が取れないならば、例えばグループウェイとかウェブ上で見える化する管理することも可能です。まあ何でもね、チェックのためだけに会議の時間を取るというのはなかなかね、まあ、無駄とは言わんけど難しいんでね、こういう、IT を使ってやるということも当然視野に入れてほしいと。で4番目、その行動に結びつかない最大の理由は何かといったらば、実は行動プロセスが見えないことですね。まあ、各戦略も明確にしたし、アクションプランも一応決まった、プランドゥチェックアクションも回していこう、うん、まあ、本来ここまで具体的にすれば行動展開するはずですよね、うん、しかしいかに会議で決まっても次月の会議まで全く進まない、何もしないという会社まあまああるんです、中小零細企業では、ね、やっぱそういう体制ができてない、チェックする人がいない、推進者がいないということなんでしょうね。で彼らにね、共通しているのが一つあるんですね。はゴールと中間地点は分かるんだけど、ね、例えばこういうふうな新規開拓をしていこう、こういう商品を作っていこうは分かる、ゴールは。ただ最初の一歩の行動プロセスが見えないから行動できないということが多いんですね。まあ、例えばね、営業戦略で A という地域の見込み客にデモ案内のチラシを撒いていこうと、ね、デモをするためにチラシを撒こうと決まりました。よし、ね、そうするとね、すかさず、ね、営業部長が言うんですね。じゃあ A 地域の20件の見込み客に4月1日からデモ用パンフを持って各営業を案内するように、まあ間違ってませんよね。で誰がどれぐらいまで、ね、やるか決めました、ね、決めたんです。営業部長も社長もここまで決めたんだから動くだろうと思うじゃないですか。ところがある営業からデモ、そのデモ用のパン、デモンストレーション用のパンフってどこにあるんですかって質問が来るんですね。だそこで管理長が、まあ、そんなものはね、挨拶文とデモの写真と効果を、まあ、A4 ぐらいちゃちゃと書いてパワーポイントの3日作ればいいじゃないかってその言うわけですね。でこの指示だけで行動に移せるパンフレットを作ろうとする営業はまだ優秀な方です。しかしそのデモ用のパンフ部長が作ってくれればいいのに、それがないから最初の案内ができないよねっていう人がもう結構多い。だからこのレベルの低い営業が中小零細企業多いわけです。作ってくれよ、そんな言うならば。でも営業部長がするとそんなの簡単だろうと、パワーポイントでチャチャチャっと作ればいいんだろ、チャチャチャができないわけです。だから具体的な行動プロセスと具体的なアウトプットまで用意しないと動けない。例えば今のケースで言ったらパンフレット作ったからね、
ラクスで印刷したからね、今ここに500部あるからね、はいお前に100部、お前に100部、はい巻いてけってしないと動かないというのが中小零細企業。だからそんな組織ですからね、自分で考え自分で行動しようといったって与えられるまで動かないわけですよ。だから具体的なアプローチが必要だと、ね、これは我々がね経営顧問企業に対してね、このようなその行動プロセスを求められる場合というのは、その場で、まあ、素案とかフレームをまず作ってね、ね、あとはできるね、イメージ湧いたよねってこう確認してから、じゃあこれにちゃんとスケジューリングしてっていう宿題を出します。だから、はい、いきなりフレームだけ用意して、はい、書いては、はい、宿題、これはダメなんですね、しない。だからこんな書き方よってことは、ある一件のことを我々がヒアリングしながら書き込んでいってみせるということですね。そうしませんと、あっという間に翌月の会議が来てしまって1ヶ月間が無駄になってしまうことは圧倒的に多い。そう言うとね、いやそんなことはコンサルタントの仕事じゃないでしょうと、ある年配の先輩コンサルタントに言われたことがあるんです。しかし ね、その先輩には申し訳ないけど、顧問企業のね指導継続年数、ね、それから指導先数、悪いけど売上高ね、それから顧客満足、私は彼よりも圧倒的に上なんですね。それは何を物語っているかと、ね、特に継続年数、私は10年以上のお客さんが圧倒的に多い、ね、長いのは20年を超えている。なぜ10年も20年も続くかという理由は、まあ、こんなあたりにあるんですよ元来は、ね、さあ、まあ、そういうことで、ちょっと、今回ね理念経営を言う経営者多いんだけども、理念経営だけじゃ実は現場動かないんだよ、もっとちっちゃく落とし込みましょうねという、まあ、お話でございました。はい、では以上です。